スーピー側チャンピオンラウ、ワンピー側チャレンジャーファイ、どんな試合になりそうですか？ワンピー側のプレイヤーですが高段位のプレイヤーですから注目してみましょう。なるほど。投げ抜け、ここで投げる、ダウン攻撃が決まる、故障症下 B から大ダメージを与えた、ナイス、 B から安定コンボだ。いいですね。ガンガフット勝負あった。ここまでどうです？ 2P 側のプレイヤーですがすごくガードが硬いですから余計なダメージを食わなかったですね。そうですか。これで安心しないで相手の出方を伺ってもいいでしょうね。そうですね。投げで攻める、起き上がりに重ねていく、壁に当たった、いやいや一方的な展開か、避けてから投げで攻める、ミドルキック投げが決まらない、これで KO、 セットカウントは0対2ラウン、続けて2本選手、さあ2P側リーチですよ。第3ラウンドが始まりました。これはガードさん、見よけた、投げた、起き上がりの攻防勝負あり、セットカウントは1対2、はい、1本取り返した。ここから追いつけるか、ファイト4レディーゴー、第4ラウンドスタート。一旦離れる、クレス戦法、後ろに下がった、きっちりまとめた、手堅い、よろけた、ミドルキック旋風影響、セットカウントは2対2、はい、1本取って追いついた、最終ラウンドまでもつれ込みましたね。運命の第5ラウンドスタート、きっちりまとめた、ふざけて、受けられない、ミドルキック、この試合どうでしたか？見応えのある一戦でした。はい、勝利しました。私の方が強かったみたいね。